はい、どうも、ウェイクボード TV さん、リュウジでございます。本日は9月2日、ヤーマーズカップ初日でございます。本日の野尻湖はこんな感じです。ちょっと曇り空、肌寒いです。気温も20度ちょいぐらいじゃないでしょうか。ちょっと風が吹いてますけれど、まずまずのコンディション 今日の初日どうなることやら。明日からちょっと天気が荒れるっていうのがちょっと心配ですけれど、皆さん頑張っていきましょう。さあ、ヤーマンズカップウェイクサーフィン部門女子の部、まずは見ていきましょう。1人目のライダーの紹介です。1人目のライダーが田中ジュネ、ジュネちゃんですね。シリングからのエントリー。ウェイクサーフィンはどれぐらいの歴なんでしょうかね。ちょっと歴とかはちょっとわからないですが、多分始めたばかりなのでしょうか。軽快にまずはスタート、バランスを取りながらですが、あ、ちょっと遅れてしまいましたね。さあ、リスタート。ウェイクサーフィンに関しては僕はそんなに詳しくはわからないですけれど、ウェイクサーフィンのサーフスタイル、モーションスタイルですね。それとウェイクサーフィンのトリック、それとスキムとあるんですけれど、今回のヤーマーズカップでは全てを混ぜて行っておるので、ターンやトリックや全体的に見ていくっていう形で採点をしております。さあ、まずはいい感じでターンができておりますね。アップスを繰り返して、若干ちょっと体が気が気味なような気がしますけれど、
手の動きを縦に使えるともうちょっと全体のバランスが良くなるんじゃないでしょうかね。しかしなんか初めよりもだんだん乗れてきましたね。いい感じです。こっからセカンドパスですね。お、先ほどよりも深いターン、徐々に波に慣れてきた感じがしますね。遅れても耐えた、いいですね。しっかりと耐えられるポジションがいいと板が走りますからね。いい感じです。セカンドパスはかなりいいんじゃないですかね。さあポイントが30ポイント田中純音選手でした。お疲れ様でした。はい、はい、今日はようこそ、はい、のじりこに、はい、天気もいいので頑張りたいと思います。はい、頑張りましょう。さあヤーマンズのレイクさん女子クラス、続いてのライダーを紹介していきましょう。くるみさわともこ、ニックネームくるみ、ウェイクサーフィンでのエントリーですね。ではまずはファーストパスを見ていきましょう。ファーストパス、アップスーン、アップスーン、いい感じですね。しっかりと板が踏めて波の上り下り、そして徐々にターンを大きくして加速していっておいてます。いい感じですね。おっと、ここでボディバリア惜しい、ここでボール。さあ今度はセカンドパスへ入ってきます。セカンドパスを見ていきましょう。セカンドパスも正解にアップスターンと徐々にターンを深くしていきます。若干今ローラーが入ってますね。ちょっと前に出すぎたが、いい位置へ戻ってポジション直してますね。上手ですね。さあここでサイドボディバリアル、楽しかったですね。では見ていきましょう。しっかりと深いターンをしていくのがポイントとなりますね。ポイントが 38.75 ポイント、この辺のやはりターンで加点をしていったという形ですね。ボディバリアルに惜しかったですね。レバーいけたんじゃないでしょうかね。以上、ともこでくるみでした。はい、今年2回目だったんですけど、うん、すごくちょっとやっぱり緊張してルールもちょっとわからないのもあったんですけど、はい、頑張れたかなと思います。はい、ありがとうございます。さあヤーマンズカップウェイクサーフィン女子部門、次のライダーを紹介していきましょう。次のライダーが何と読みすればいいんですかね。ウルイに超えるで、コウゴエなんですかね、ウルゴエなんですかね。ニックネーム、ハヤカ、ハヤカさんですね。まずはファーストパス、見ていきましょう。さあ、いい感じでアップスを繰り返して、いいターンができておりますね。若干今のがちょっと前切りすぎましたね。バーポジションもうちょっと後ろだと思いますね。後ろのもう少しボトムら辺から切り上がるととてもいいと
今ぐらいな位置でも全然余裕なんじゃないでしょうかね。これだとちょっと前のビデオにも見えるんですけれど、なかなか鋭いターンをしてますね。いい感じです。さあトリックの方もスタンドに、さあセカンドパスへ。さあファーストパスはなかなかいいランだったんじゃないでしょうかね。細かいターンから深いターンへと、いい流れですね。これでさらにウェブサーフィンの波の奥から手前へとどん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 加速できるともっといい感じになると思います。今の感じいいですね。ボトムターンがやっぱりしっかりできると加速して上に上がれますね。さあ振り返っていきましょう。全体的にターンができてきているので、さらにポイントを伸ばすためにはもうちょっと後ろからの深いターンができてくると良くなると思いますね。もしトリックを入れるんであれば、いろいろなバリエーションを入れていくといいと思います。ターンはかなり評価が高いんじゃないでしょうか。ポイントが 48.75 ポイント以上、はやかちゃんでした。はい、はい、野尻湖カップに出る意気込みをお願いします。え、今から、はい、はい、頑張るぞ今から頑張るぞ。今からちょっと時間がちょっとずれてる感じだけど頑張るぞ。おいいよ、そういいね。じゃあこんなの、さあ続いてのライダーを紹介していきましょう。飛行隊よりエントリー、西澤ゆき、ニックネームゆきちん。MC コメント、お笑い部門を卒業しててっぺん取りに行きますということなんですが、いや結構うまいと思いました。さあまずはファーストパス見ていきましょう。さあまずはファーストパス、しっかりアップスを繰り返してここでチョップホップ、あっとここでショットポール。さあまだファーストパスはまだありますね。さあここで360がポール。さあセカンドパスへ入っていきましょう。360残念でしたね。さあセカンドパス、アップスを繰り返してフローター、そしてひざをつくが、ここでバランスを崩す。惜しかったですね。さあリスタート、アップス、そして360が回りきれず、惜しかったですね。結構スリーが決まっているというイメージだったんですけれど、惜しかったですね。ただやっぱこの辺のターンと波上から降りるチョップホップと、しっかりとトリックを組み合わせてますね。ウェイクサーフィンカーブというよりはトリック系の動きが多いですね。この辺もフローターを入れたり、ボトムターンで膝をついたりと、いろいろな動きをこなしてます。得点が 62.5 ポイント以上、西澤ゆきちんでした。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。どうでしたか。なんかさっきと変わってない感じだけど。そう。まあまあ、うん、でもちょっと去年よりうまく滑れてない気がします。そう、全然良かったと思います。上手。じゃあ
頑張ったぞ。お、頑張ったぞ。お疲れ様でした。ありがとうございます。何これ、ウケる。ウケるでしょ。またねー。さあ、ヤーマンズカップウェイクサーフィン女子部門、ラストのライダーを紹介していきましょう。ラストのライダーはこちら、竹本愛、ニックネーム愛ちゃん。菅平のスクールにで働いているスノーボーダーですね。まずはバックサイドから、上手ですね。やはり板に乗れていますね。ここでメインスイッチにしようとしたんですが、スイッチできず。さあ、もう一度バックサイド。しかもこれスイッチバックサイドですよね。スイッチバックサイドなのにかなり上手。そして足の入れ替え、メインスタンスに戻って、やはりメインになると動きが軽やか。いいターンですね。鋭いスラッシュを終えて、ファーストパスまずは終了。さあ、セカンドパスへ。セカンドパスはメインスタンスで、いいですね。アップススラッシュコンビネーションですね。いいですね。アップス2回からのスラッシュ、やはり深いターンができてくるといい切れ上がり、スピード感が出てきます。やはり上手なボトムランがスピードを見ますね。いい動きをしております。さあ、ここでセカンドパスも無事終了。さあ、見ていきましょう。前半はまずスイッチバックサイドですね。完全オーシャンサーフスタイルですね。トリックというよりはターンの精度、深さ、そういったところですね。しかも板をしっかりと埋めているボディバランスがあるので、やっぱりポイントは高くなりますね。この辺りの動きもさすがじゃないでしょうか。ポイントが 68.75 ポイント、見事優勝ですね。おめでとうございます。今日はまあ楽しむ、うん、楽しもうかと思います。はい、何をする予定ですか？ウェイクサーフィンしながら、うん、フラフープ。おお、すごい、期待大。はい、じゃあ、さあ、ヤーマンズカップウェイクサーフィン部門、男子の部ですね、ご紹介していきましょう。まず初めのライダーは佐藤康弘。シリングからのエントリー、ニックネームやっさん。さあ、やっさんですね、もともとウェイクボードでの参加予定だったんですが、突然に足を怪我してしまって、痛い中ということで、パーフィーしながらフラフープ、わーっと、ここはできず。さあ、フラフープを持ってサイドリスタート。サーフィンをしながらフラフープができるのでしょうか。さあ、回したいがフロップが邪魔。さあ、回せるか。回したが続かず。さあ、サイドチャレンジできず、ここでワンパス終了。さあ、セカンドパスへ入っていきましょう。セカンドパスでも同じくフラフープを使っていきます。さあ、フラフープを投げる、投げる、投げる、投げてくぐれない。残念。さあ、ラストは何を見せてくれるのか。さあ、何か布のようなものを出しましたよ。布のようなものを出して振り回
てゴーとなったら種もネタも消えてしまった。さあやすさん、足の怪我を押して見事マジック裏フープと打っていただいたんですが、このような結果となっております。 13.75 ポイント、佐藤康弘、やすさんお疲れ様でした。はい、今日の滑りどうでしたか？そうですね、練習不足ですかね。まあサーフィンじゃなかったからね、どうしてね、はい、そうだね、やっぱり、はい、うん、練習は嘘つかないということですね。いいこと言うね、練習は嘘つかない。練習サーフィン難しいよね。はい、練習します。はい、じゃあお願いします、はい、練習頑張ってください。よろしくお願いします。はい、おお、トランプ出てきたわ。今手持ってんの見えたけんの。ありがとうございます。はい、今日は仮装大会でしたかね。どうぞ。全く一緒ですね。楽しむ、楽しむ、オッケー。何だろう、うん、何するかっすよね。うん、何だろう、普通にターンですけど、うん、そんなんでいいです。はい、いいよ、大丈夫。はい、さあヤーマンカップカービング部門、続いてのライダーを紹介していきましょう。森下正幸、ニックネームモーリー、ウェイクサーフィンゼロエントリーです。さあまずはファンパス、しっかり波に乗って板を踏んでおります。アップスを繰り返して、じゃん、若干ボートに近いかなという印象ですね。さあまずはファーストパス、前後バランスを取りながら、もうちょっとポジションが後ろだといいと思いますね。さあリスタート、お、ポーズを決めました。さあアップスを繰り返して、先ほどよりもいい感じですね。さあアップスを繰り返し、いい感じで踏めておりましたね。さあ後半セカンドパスで走りましょう。さあ、セカンドコース、なかなかロープを離さない。さあ、で、ここはスリー狙いなのか、スライス狙いなのか。さあ、見ていきましょう。やっぱり、アップスのこのポイントが、ちょっとこの波の中央部分よりも、もうちょっと深い部分まで行けると、より加速が効いて上に登れるので、もっと良くなると思いますね。ポイントが、25ポイント。モーリー、お疲れ様でした。はい、今日の感想をお願いします。どうでしたか？今日はあっという間に終わってしまいました。あー、ちょっと短かった？そうですね。うん、そっかそっか。はい、もうちょっと滑りたかったね。そうですね、もうちょいね。はい、残りのシーズン頑張ります。あー、いいね、はい、頑張ってください。さあウェイクサーフィン部門、続いてのライダーを紹介していきましょう。高見沢さん、シリングの店長ですね。さあ、佐久市にあるビラボンストア、シリングの店長。
神沢さん、ニックネーム高見、どんな滑りを見せてくれるでしょうか。さあまずはアップズの連続、しっかりと板を真ん中に乗れてキープしてますね。だん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 ターンも深くなってきました。メインスタンスがレギュラー、レギュラーの波でのエントリーですね。お、いい感じですね。徐々に徐々にアップスを繰り返して動きが大きくなってきました。さあここで360が惜しくも決まらず、惜しかったですね。さあまずはここで前半ワンパスを終了、後半セカンドパスへ入ってきます。セカンドパスも同じくアップス、ちょっとフローター気味に上に登っていって、ちょっとここでオーリーですね。さあいい感じの動きを見せております。もっとここでスラッシュ、そしてもう一つにチャレンジするが残念。さあ振り返っていきましょう。ウェスター君の場合だとトリック系とあとカービングっていうかターン系が出てきて、ターンの場合だとどれだけボトムにしっかりと降りてそこから切り上がれるかっていうところですね。トリックはこういったスピンとか、フローター、チョップホップ、カットバックなどの動きが入れられるかどうかですね。得点が 42.5 ポイント。シリンク店長高見沢さん、お疲れ様でした。さあヤーマンズカップウェイクサーフィン部門、続いてのライダーを紹介していきましょう。チーム飛行隊より峰村博文、ニックネーム峰ちゃん。まずはファーストパス。さあアップスからテールスライド、いいですね。フローターアップス、テールスライド、まずはコンビネーション、そしてアップスからのテールスライド、スタイルが出ていていい動きをしております。この動きも結構かっこいいですね。さあここでボール。さあ後半セカンドパスへ入っていきます。軽快な動きを繰り返してますね。ウェイクサーフィンですと結構広いターン、そしてこういったトリックかっこよく決めるのがとても難しいですね。いい動きをしております。360、あー惜しい。さあリスタート。さあ最後はどんな動きを見せてくれるのか。アップスからの長いスライド。さあまだ時間があるか。いやここで終了ですね。さあ見ていきましょう。テールスライド、いいですね。ここをしっかり乗り込んで深いターンをしてからの動き、やはりどれだけボトムでターンをして、ここの切れ上がりができるかで動きのダイナミックさが出てきますね。すごい動きですね。かっこいい。ポイントが55ポイント。ミネちゃんでした。お疲れ様でした。
さあ残るはあと2人、ウェイクサーフィン部門続いてのライダーを紹介していきましょう。スグロユウジロウ、ニックネーム MAG と書いてあるんですけど、マークと読むんですかね。スグロさん、菅原パインピークスのスノーボードスクール校長、どんな滑りを見せてくれるのか。もうスノーボードのテクニカル部門では知らない人がいないっていうぐらいな有名人ですね。やはり動きが軽快、完全なるオーシャンスタイルですね。トリックというよりはターン、深いターンや綺麗のあるターンを行っていきます。メインスタンスがレギュラー、そして今レギュラーの波でのアプローチ、やはり深いターンが的確に行われております。パンピングオーリーデンフォール。さあセカンドパスへ。セカンドパスはバックサイド、バックサイドはやはり難しいですよね。背中側で波が見えない状況でのターンになるのでとても難しいですね。そんな中でもやはりバックサイドでも軽快なターンを行えるっていうのがやはり上手です。さあホールしましたが、ここでディスタート。いやいい動きですね。やっぱり踏めてるというか板に乗れてる人の動きですね。切れ味のあるターンを連発。ここで競技終了。さあ振り返っていきましょう。さあこのオーシャンスタイルはどれだけ切れ味のあるターンができるかと、深く登れるか、もう少しボトムターンに大きく広がれるとさらにかっこいいんじゃないですか。ここも上からチョップホップ、そしてパンピング、オーリーと細かいトリックを入れておりますね。そしてバックサイド、この難しい動きでも綺麗に行っていく、さすがです。さあヤーマンズカップウェイクサーフィン部門ラストのライダーはこちら、池田翔平、ニックネーム翔平、チームヤーマンズから。さあ翔平グーフィースタンス、まずはスラッシュ、アップススラッシュのコンビネーション、そしてフローター、長いフローターだったがここでフォール。さあまだワンパスありますね。さあスピードをつけて、ここで一気にスラッシュアップス、エアー、高い、さすがですね。この辺の動きはスピードをつけて360がちょっとここでフォール。さあセカンドパスへ。セカンドパスはバックサイドを選択、しかもスイッチバックサイドですね。スイッチのバックサイド、スイッチなのに上手だな、上手って言い方も変ですけどうまいな。さあここでボディバリアルがここでフォール。さあリスタート。さあサーフスタイルでスタートですね。さあここもスタンドアップに成功、メインスタンスのグーフィー、さあアップス、そしてスラッシュ、波しぶきがかなり飛んでくるんですよねこの動き、そしてエアー、軽快な動きです。360が惜しくも決まらず、ここで競技終了。今年は多分ウェイクサーフィン1回ぐらいしかやってないんじゃないのかな。このフローター長かったんですけどね、惜しかったです。
なかなかね、怪我が続いたりとかして滑ってないのに、このレベルはかなり高いですね。ポイントが 86.25 ポイント、池田翔平見事優勝です。おめでとうございます。ヤマズカップようこそ。はい、どうでしょうか、意気込みを。あ、これからのやつ。うん、頑張ります。はい、ありがとうございます。何頑張りますか。スラロームをこけないように頑張ります。はい、じゃあ頑張ってください。ではルーキークラスのご紹介となります。ルーキークラスからはこちら、市川愛理、海賊王クラスの市川亮太郎さんの娘さんですね。去年もエントリー、今年も参加いただきありがとうございます。愛理ちゃん、なかなか出る機会がないそうですが、今年はちょっとだけウェイクボードをしたそうです。去年よりも波の外に出れたりターンができるようになったということで、どういったところを見せていただけるかというのが楽しみなところです。さあ、オートワンウェイク、見てなかったトリックが出ております。ターンも結構綺麗にできていて、板の上にしっかり乗れていて、滑ってないという割にはなんか成長を感じますね。ノーサイドワンウェイクが、あーっとここでボール。さあ、セカンドパスに入っていきましょう。いいですね、ターンもできていい感じに滑れていると思います。さあ、なかなか去年外に出るのも怖いと言っていたんですが、今年は軽快に外に出れるようになっております。そして波の外のターンもしっかりとできるようになっています。ワンウェイク、綺麗にランディング、そしてスライドのワインディでフォール。さあ、去年は波の中でしか滑れなかったアイリちゃんが、だんだん外に出れたり、いろいろなトリックができるようになってきております。とてもいい感じですね。ターンもしっかりスプレーを上げて、そして外に出るときもバランスを崩したんですが、転ばずにしっかりと外に出れて、去年はできなかったワンウェイクもしっかりと見せてくれております。さらには波の外でのターンもしっかりと行えていて、ヒルサイドのワンウェイクもバッチリ。以上、ルーキークラスから石川愛理ちゃんでした。楽しかったです。もっと上手になってまた出たいと思います。はい、ありがとうございます。全部言わされてたか。はい、さあ、ヤーマンズカップ七部会クラスの紹介となります。まず一人目のライダーを紹介していきましょう。ニックネーム、マイ、シリングからのエントリーとなります。少しずつウェイクボードを行ってきて、だんだんツーベイクにもチャレンジしているまいちゃん、徐々に滑りも良くなってきて、ケアの高さを上げていくっていう形の滑りを今行っております。さあ、そんなまいちゃん、ヒールサイド、まずはワンウェイク、そして今度は大きく広がって、ちょっとバタバタしてますね。ツーウェイクダレイ、いい感じですね。あともう少し、惜しいエアですね。なかなか勢いがあっていい感じではないでしょうか。ちょっとローラーが返ってきてね、なかなか思うように滑れてはないと思うんですが、セカンドパス、さあ大きく広がっていきます。うん、惜しいですね。
練習の時にはね、ちょっといいツーウェイクも何回か取ってきたんですけれど、やはりこう大会となるといつもと違ったピンチとなるので難しいところもありますね。ちょっと風も向かい風でうまくバランスが取れないかなといった形ですね。そんな中でも果敢にツーウェイクをチャレンジしていくところはとてもいいところ、いい感じですね。惜しいですね。さあ見ていきたいと思います。まず1人目のライダー、得点が 17.50 ポイント。ちょっとね、レーンが荒れていて苦戦はしましたが、なかなかの絵を見せていただいてくれたんではないでしょうか。以上、まいちゃんでした。えなちゃん、おはようございます。おはようございます。今日は、あ、今日も可愛いね。無意気ないですよね。はい、じゃあ今日の意気込みをよろしくお願いします。頑張って、はい、バレーを取りに行くぞ。ね、笑いとね、あの世界中に愛を届けにね。そういいでしょう、ね、はい、はい、じゃあ頑張ってください。さあ続いてのライダーを紹介していきましょう。町田直子、直ちゃん、この番組でもおなじみの直ちゃんです。膝を怪我してね、手術して復帰したばかりというとね、なかなか滑ってないんですが、どうでしょう。ヒルサイド、ディングフィッシュ。さあ続いて東サイド、東サイド、インディグラブ。ちょっとバランス後傾気味でしたが、なんとかリカバリー。さあサイド、ヒルサイド、ノースラブ。ここはちゃんと掴みましたね。いい感じです。さあ東サイド、おーっとバランスを崩してここでフォール。さあパスパスは終了。ここからセカンドパスで入ってきます。セカンドパス、まずはヒールサイドから180。エアーがでかかったけれど惜しいですね。とてもエアーが高いんですけれど、なかなかランニングがちょっと合わせにくかったのか。さあサイド、さらに大きい、しかしさらに合わせるのが難しかったか。さあセカンドパス、もう一度チャレンジか。ローストビーフ、ここで終了ですかね。さあ開いていきましょう。まずはスティールフィッシュ、そしてインディグラブ、ノーズグラブと、ファーストパスはまずまずなトリックでしたね。そしてセカンドパス、180がエアーの高さ、距離とも申し分ないんですけれど、ちょっと合わせることがうまくできなかったか。40ポイント。以上、町田直子選手でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか。いや、お笑いを取りに行くはずが、前の3人の滑りを見て、であ本気になっちゃったね。本気になってしまいましたが、そうだね、チーンです。チーン、あ、ほん、あんと、いい滑りだったよ。いや、ワンエイティ立てなかったな。あ、確かにあれね、惜しかった。まあ、あれかっこよかったもん。いや、立てたらかっこよかったですね。うん、あれほんとかっこよくて、あれだけでもう1位でした。立ててみれば。残念、まあ、滑ってないんでしょうがないです。そうだね、王子様がいるからしょうがないね。あ、そう、王子様がいるからしょうがないんです。そうね、推し活で忙しいなおちゃんでした。すいません。さあ、続いてのライダーを紹介していきましょう。地区会クラス。このクラスは180までのトリックとなっております。
続いてのライダーは栗林さん。ニックネーム栗。スプラッシュからのエントリーとなります。そんな栗の一発目はヒールサイドからインディグラブ、そしてトーサイド。おっとちょっと波上でワンウェイクになってしまいました、さあサイドヒールサイド、ここもちょっと波にかかってしまいましたね。そして4発目トーサイド、ここもちょっとギリギリといった形でしたね。2ウェイクエア、そして1パス目ラスト、ここはしっかり飛んでのスティールフィッシュ。さあセカンドパス、さあセカンドパス、まず一番初めはヒルサイドから180でしたが、ちょっと合わせきれず1回目のボール。さあリスタート、ヒルサイドでランドラブかな、そしてトーサイド、はちょっと減速して180が波上だけど、まだ時間はありますね。サイドリスタート、ヒルサイド50、そしてこれがラストトリックとなるか、トーサイド、なんとここもホール。さあ振り返っていきましょう。まずはじめグラブがちょっと浅かったような全体の印象があります。そして最近の大会だと波上にかかったりするストリックっていうのは結構無効になることが多くて、結構厳しくここは取られてしまうっていうのが最近の大会での特徴ですね。しっかり飛び切るっていうのがとても重要になってきます。180とかしっかり飛び切れてたんですけれど、ちょっと回転合わせができなかったりしたのもちょっと残念ですね。以上、クリバイアスさん。得点が 43.75 ポイント。さあ、口深いクラス、続いてのライダーを紹介していきましょう。安田優也、ニックネーム、やす。MC コメント、グラブします。ユニバイマグ、美容院もよろしくお願いしますと。美容院の店長さんでしたかね。長野店の美容院、ユニバイマグ、ぜひよろしくお願いいたします。さあ、そんなやすのファーストパス。まずはスティールフィッシュ。そして、続けてトーサイド。トーサイドから、インディグラブ。そしてヒールサイド、インディグラブ、グラブしますとの宣言通りグラブを連発しております。そしてトーサイド、ワイディー、やっとここでちょっとコール。さあセカンドパスへ入っていきましょう。セカンドパス、まずはベラングラブ、そしてトーサイド、180リベンジ、ここは見事成功。さあ板を返してヒールサイド、180でまたもホール、惜しいですね。さあここもリベンジを狙ってくるか、リスタートヒールサイド、メラングラブ大きい。さあ、残り一発打てるか。あっと、ここで、時間を勘違いしたのか。ここまでで、以上です。終了ですね。さあ、振り返っていきましょう。スティールフィッシュ、インディーグラブと、グラブをしますとの宣言通り、おしゃれなグラブをしていきますね。さすが美容師さん。得点が 62.5 ポイントと、グラブの加点と、そしてトーサイドの180って形ですね。ヒールサイドの180、これ立てればもうちょっとポイントが伸びたんではないでしょうか。
最後もう一発打てなくて頭を抱えてるところも良かったです。さあ続いてのライダーを紹介していきましょう。続いてのライダーは宮崎健吾、ニックネームけんちゃん、スプラッシュからのエントリーです。さあまずはファーストパス、ヒールサイドからのエントリー、ヒールサイドインディグラ、そしてノーサイド2ウェイ、いい2ウェイエアでしたね。さあヒルサイドインディグラ、ノーサイドインディグラ、そしてここはファーストパスヒールですね。さあセカンドパス、セカンドパス、ヒルサイドからエントリー。ヒルサイド、ワイディング、あと惜しい。しかし、まだ、時間はたっぷりとあります。さあ、リスタート。ヒルサイド。ツーウェイ。ちょっとここは慌ててしまったのか。さあ、トーサイド。ワイティー見事メイク。さあラストヒールサイド、ワイティー見事メイク。ワイティー、ワイティー綺麗にメイクしていきました。いいですね。このクラスワイティーまでクラスとなりますので、ワイティーできるかどうかっていうところと、あとグラブの長さがポイントになってますね。若干インディーグラブがちょっと立ち気味っていうのがちょっと残念ですね。ここがずり取れるともっとポイントが伸びてくるんじゃないでしょうか。ソーサイド180、そしてヒールサイド180と見事にメイクした点でポイントが伸びてきました。 63.75 ポイント。以上、宮崎さんお疲れ様でした。頑張ります。はい、ありがとうございます。さあ、ヤーマーズカップ支部会クラス、次のライダーを紹介していきましょう。今井光也、ニックネーム光也、 MC コメント頑張りますということで頑張っていただきましょう。フラッシュからのエントリー、今井光也のまずは一発目、ヒルサイド、ほんとちょっとバランス崩したツーベケア、ノーサイド、インディグラ。さあ、3発目、スティフィー、オールドスクールスタイルできましたね。さあ、ノーサイド、ワイティー。もう後半盛り返してきましたね。いい感じです。さあ、ワンパスギリギリ残り1発入るか。ローストビー。さあここでワンパス終了、セカンドパスは入っていきます。さあセカンドパス、まずはテールグラブ、そしてトーサイド、ローストビーフですね。そしてヒールサイド、ワイディー、ナイスメイク。そしてハーフキャップ、なかなかいいなんじゃないですかね。さあラストになるか、インサイド、あっとこれはかなりローズボーンの入ったテールグラブ、かなり良かったですね。さあ振り返っていきましょう。スティフィーオールドスクールのトリックですね。そして、ワイティと。
この辺のグラブも良かったですね。波上にちょっとかかってるのがちょっと残念ですけれど、飛び切れるともっと点数が伸びたんじゃないでしょうかね。 180 は見事にメイク。そしてこのノーズボンのテールグラブはすごい良かったですね。そしてこの後も気を抜いたのかオチをつけてくれましたね。どうでしたか？いやすごい楽しかったです。楽しかった、はい、よかった。最後にお笑いやっちゃったんですけどそれだけちょっと心が、でもいいです、みんないいスクールで、あの去年より全然2人ともレベル上がってて、ありがとうございます。あーよかった、さすが。楽しんで頑張ります、はい、さあヤーマンズカップ七部会クロス、続いてのライダーを紹介していきましょう。吉澤和真、ニックネームヨシー、 MC コメント、優勝を目指して頑張ります。さあ優勝を目指して素晴らしい滑りを見せてくれるのでしょうか。まずはヨシーのニューサイド、右サイド、ステフィー、いいですね、高さもあって。さあ、東サイド、インディグラブ、あ、ちょっと突っ込んだ形が惜しかったですね。いや、でもまだ時間はあります。落ち着いていけばまだまだ挽回できますね。さあ、ヒルサイド、メラングラブ、東サイド、180、若干手はつきましたけどナイスメイク。さあファーストパスクリア、セカンドパスへ。さあセカンドパス、まずはローストビーフ、そして東サイド、インディーのシフトですね。180、ナイスメイク。そしてすぐハーフキャブ、あーっとハーフキャブでポール。さあまだ残り時間はある、ノーサイド、インディグラー、なかなかいいランでしたね。初めのこのシティ高さもあって良かったですね。メラングラブもしっかりとフォークが入り、なかなかのランを見せてもらっております。やっぱりこのクラスは180のランディングの綺麗さとグラブが重要になってくるので、この辺で加点が出ましたかね。ポイントが 73.75 ポイント、ナイスランです。楽しかったです。良かったです。なんかありがとうございました。どうです？波とかちょっといつもと違いましたか？いや、いつも通り、いつもと近くて、あの本当にいつも通り楽しく滑らせていただきました。良かったです。ありがとうございます。じゃあ頑張るぞ。どうですか今日は？じゃあ何を？じゃあヒルマエティ頑張るぞ。はい。はい。さあヤーマンズカップ七部会クラス最後のライダーを紹介していきましょう。最後のライダーはこちら、塚田香里、ニックネーム香里。まずはファーストパス、ヒルサイドエントリー、ヒルサイド、インディグラス、そしてトーサイドエント、トーサイド、インディグラス、いいですね。バックトゥーバックのインディーグラブ、ヒールがちょっとタッチ気味でしたけれど、インディーインディーで繋いできました。さあヒールサイド、テールグラブはちょっと届かないかな、ちょっとタッチ気味か届いてないか。さあトーサイド、ワンエディ、そしてスイッチのワンウェイズワンエディ、いいですね。サイドワンウェイクでも入れていくのがいいですね。そして2パス目、ヒルサイド180、
見事メイク、フォーサイド180、ヒールサイド180、そして今度はスイッチの180、ハーフキャブ180180180と3種類、ワンメイクも入れたら4種類180入れてきましたね。おっと、ここはワンメイクスジャンプですね。ドサイドローストビーフ、軽快な流れ、ここまでノーフォール。そしてラストヒールサイド、あとここもスジャンプですね。しかしいいランでしたね。まずがファーストパス、インディーと、そしてこちらもインディー、バックツーバックでインディーグラブを決めてきました。やはりこのクラスとなると180が一つのトリックの肝となりますね。180までのクラスとなるので、いろいろな180を入れてくるとかなり難易度が高いという評価になりますね。グラブがもう少ししっかりつかめるともっと得点が伸びたんじゃないでしょうかね。得点が80ポイント。見事、七部会クラス優勝でございます。おめでとうございます。じゅんちゃん、じゅんちゃんも。よっしゃ、じゃあ、今回、全部決めますよ。全部決めますよ。決めます。オッケー、じゃあ、頑張ります。楽しみにしております。はい。はい、ありがとうございます。ライダー紹介をしていきましょう。塚田純也、ニックネーム J、 純ちゃんの登場でございます。スプラッシュからのエントリー。さあ、 MC コメント、スタイリッシュな滑りをしますよとコメントをいただいております。さあ、どんなスタイリッシュな滑りをしていくのでしょうか。まずはヒールサイドからのエントリー。ヒールサイド、ブラインドのスティフティー。さあ、トーサイドはインディグラ、なかなかいい流れのスタートとなっております。そしてヒルサイド、いいですね、180グラブも入ってスタイリッシュな滑りを見せていただいております。さあ、トサイド、あ、ちょっとここはグラブが取れなかったから。さあ、ヒルサイド5発目、バックロールがちょっとオーバーローテーション、残念。さあ、セカンドパスへ入っていきましょう。セカンドパス、まずはヒルサイド、ツーウェイク、そしてトーサイド、180、ちょっとなんかバタバタしてますね。ローラーが入ってしまってちょっと面が荒れておりますが、さあ、ヒルサイド、バックロールが、あー、ちょっと惜しい、ちょっとオーバーローテーション直してきたんですけれどね、惜しかったです。さあ、トーサイド、ラストトリックとなるか。トーサイド、フロントロールがちょっと回転足らず。さあ、振り返っていきましょう。このティフティ、そしてトーサイドのインディー、この180は良かったですね。スタイリッシュな滑りを見せていただいております。バックロールが昨年は確かメイクしていたかな、今年はちょっと残念でしたね。セカンドパス、ちょっと流れに乗れなかった印象がありますが、このバックロールも惜しかったんですけれどね。点は45ポイント以上、じゅんちゃん、お疲れ様でした。同じだけど、はい、じゅんちゃん、滑り終わってどうでしたか。やっちゃいました。やっちゃ、いや、でも、すごい、いい滑りで、年齢を感じさせず、ごいごいと、いい滑りですね。もう、来年頑張ります。はい、もう来年の話。ありがとうございます。海賊王、頑張ります。はい、頑張ってください。はさて、続いてのクラスを紹介していきましょう。4校クラス、小林さんですね。ニックネーム、コバちゃん。今年も大会ありがとうございます。頑張りますとのコメントです。
では見ていきましょう。まずはヒールサイド、ヒールサイドスティールフィッシュ、グラブがっつり。さてトーサイド、トーサイド ET がちょっと取れてないかな。さあ続いてヒールサイド、ヒールサイドメゾットクラブ、スタイルを入れてきました。トーサイド180のインディーグラブ、そしてヒールサイドテールグラブ、かなり軽快なファーストパスでしたね。さあ続いてセカンドパスを見ていきたいと思います。セカンドパス、セカンドパスヒールサイドメラントゥフェイキー、テールボンを入れているスタイルですね。そしてスイッチハーフキャブでフォール。さあリスタート。いやここまで軽快ななんですね。グラブのバリエーションともすごいスタイルが出ていていい感じですね。さあ今度はヒールサイドリスタート、ヒールサイドテールグラブ、そしてトーサイドテールグラブ、トーサイドテールグラブ、いいですね。そしてヒールサイドのバックサイド180でフォール。さあ振り返っていきましょう。小林さん去年も見て思ったんですけれど、とてもグラブのバリエーションが多くていいなんですね。今年はなんか体調があまり優れないとちょっと聞いたんですけれど、それでもこのナイスなラン、やっぱりこうグラブがいろいろできたりするととてもやはりいいですよね。このフォークの180もやっぱりかっこいいです。ポイントが 63.75 ポイント、見事なランでした。今日はじゃあどうでしょうか、はい、頑張ります、頑張ります、スリー決めます、スリー決めます、はい、はい、頑張ってください、はい、さあ続いてのライダーを紹介していきましょう。上がね達也さん、ニックネームガネちゃん、フラッシュからのエントリー。コメントで言っていましたがスリーを決めると宣言してきました。果たしてスリーは決まるでしょうか。さあまずはヒルサイドエントリー、ヒルサイドテールグラブ、高さもあってナイスグラブ、トーサイドインディグラブ、こちらもガッチリグラブ、ナイス。さあヒールサイド360、あーとここでフォール、惜しい。さあ3をリベンジしてくるのか。さあここはトーサイドスイッチ、トーサイド2ウェイク、すごいですね。スイッチとサイドスウェイク、僕はできないです。さあここももう一度スイッチハーフキャブ、ナイスですね。スイッチトリックを2つ入れてきました。ナイスラン。さあセカンドパス、ヒールサイドメインスタンスレギュラーからのスタート、メラングラブ、そしてトーサイドスケアクロー、おお、ナイスメイク、いい流れできた。さあそしてヒルサイド360、惜しい。さあここは1でもう一発360を狙ってくるのか、まだ時間はあるぞ。さあリベンジなるか、ヒルサイド360、あ、宣言通りメイク、ナイス。トーサイド180、いやとてもいいランですね。さあ見ていきましょう。まずはファーストパス、テールグラブ、そしてインディーグラブ、いいですね。そしてハーフキャブ、スイッチトリックも2つ入れて、で、トーサイド、スケアクロー、若干テール気味でしたが、ナイスリカバリー。さらに、
宣言していた360を決めてくる。ナイスです。 77.50 ポイント、上金さん見事優勝でございます。滑り終わっての感想もちょっといただければ。はい、はい、どうでしたか。いや、力は出せたと思います。おお、はい、すごい。それなりには出したと思います。素晴らしい。それが一番、大会で出せないってね、はい、悔しいね、純ちゃん。すごいいい滑りでした。なんか、お、上手と思って、さすがレベルが上がってていいですね、皆さんね。よかった。じゃあまた結果楽しみにしててください。はい、ありがとうございます。ではライダー紹介をしていきましょう。竹山まさみ、海賊王クラスでのエントリーとなります。今回はコスプレマリオでの登場。さあ、どんな滑りをしていくのでしょうか。さあ、まずはファーストパス、トーサイドエントリー。トーサイドからのスタートとなります。トーサイドからスケアクロー、得意なトリックからスタートしてきました。さあ、板を返してヒールサイド、バックロード、クリーンメイク。さあ、続いてトーサイド、トーサイドシフトのインディー。おーっと、ここでちょっとヒール取ってフォール、インディーでフォール、ちょっとここは残念ですね。続いてヒールサイド、オフアクセス360、高さもあり、ここは見事にメイク。ファーストパスはまずは終了。続いてセカンドパス、セカンドパス、トーサイドからスタート。トーサイド、フロントロール、あー、ちょっとお尻をつけてしまった。さあ、リスタート。ヒルサイド、マリオなのでジャンピングポーズ。さあ、ラストとなるか。トーサイド、バックロールトゥリバートポール。さあ、これで終わりでしょう。ラストトリック、トーサイドでかいフロントロール。さすがですね、プロの意地を見せたという形ですね。ちょっと見ていきましょう。ここはもう得意のスケアクロー、この流れはいつも通りですね。スケアクロー、バックロールとクリーンメイク、そして得意のオフアクセス360、女子ではなかなか見れないトリックですね。そして最後のフロントロール、高さもあり、いいトリックでした。6位、40ポイント以上、竹山まさみでした。よし、何やろう、決めてないよ。意気込みは、普段のストレスを発散してやる。ストレス溜まったりして、普段のストレスを発散してやる。何キロ？さあ、続いてのライダーを紹介していきたいと思います。市川亮太郎、諏訪湖からのエントリーとなります。ニックネームリオさん。さあ、そんなリオさん、ストレスを発散できるのか。まずはワンパス、一発目はヒールサイドエントリー。さあ、エアレディー、そしてトーサイド、スケアクロー、そしてヒールサイド360、いい流れできております。ランディングもスムーズ。トーサイド、いいスタイルの出たシフトのインディー、かっこいい。さあ、ヒールサイド、でかいフロントフリップ、ちょっとランディング乱れたように見えましたけれど、いいフロントフリップでした。さあ、セカンドパス、ヒールサイドエントリーからスタート。ルックバック、インディー、ちょっとグラブが甘いか。さあ、トーサイド360、
ここでフォール。さあリスタート、ヒールサイド360オフラクシスが波の上、ちょっと残念。さあまだ時間はある、トーサイド。さあトーサイドからバットウィング、グラブがつかめてないですね。さあラストになるか、ヒールサイドタントラムフォール。さあ振り返ってみましょう。ワンパス目がとてもいい流れのボアスでしたね。エアレリからのスタート、スケアクロー、ヒルサイド3、そしてスタイルのセンター、シフトのインディ、そして最後はでかいフロントフリップと、ほんとワンパスはパーフェクトだったんじゃないでしょうかね。セカンドパスがちょっとね悔やまれますね。セカンドパスがこのオフシーンもすごい良かったんですけれど、ちょっと距離が出ず波上。トータルポイント 43.75 ポイント、市川亮太郎でした。どうですか今日の意気込みは。いやもう今日やったるぞっていう、やったるぞ、やったるぞって、日頃のやつ全部出しちゃうぞっていう、さすがですね、うん、もう見てて、見ててください、ね、はい、ファンコーティー期待しています、うんうん、絶好調絶好調。さあ続いてのライダーを紹介していきたいと思います。さあこのチャンネルでもおなじみ準レギュラー町田祐介、さあ今スタートでございます。ニックネームはジュノンボーイと書いてますけれど、ふざけておりますね。さあまずはトーサイドからエントリー、トーサイドバットウィング。さあ続いてヒールサイドタントラー、トーサイド、あっとここでローラーが入ってしまった、切り返して3発目、スケアクロー。さあラストもう一発かけるか。さあラストがジェルフィッシュグラブ、ここでファーストパス終了。さあセカンドパス、セカンドパスヒルサイドから360、そしてトーサイドオフアクシスの540。さあセカンドパス3つ目、ヒールサイドからの、あーとバランス崩した、540狙いでしょう。ちょっとノーズ気味で当たってしまいましたね。さあリスタート、もちろん狙う技は540。いやー残念、ハンドルパスミス。さあ振り返っていきましょう。まずはファーストパス、バットウィング、そしてタントラムと得意なトリックでいい流れでしたね。そしてセカンドパスの360、グラブがちょっと甘いかな、オープアクシスの540と、この辺はなかなかいいランでしたが、最後の540惜しかったです。町田祐介 56.75 ポイント、以上です。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、どうでしたか、はいはい、今日は。いや今日はね、いや行けると思ったんですけどね、うん、まあ、いい滑りでしたよ。いや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 、いや自分こんなもんじゃないんですよね、本当に、ね、あ、そうなんだ、もっとできる、うん、いやもっとできる子、もっとできるはずだったんだけどな。そっか、残念だったんですね、うん、なんかドライバーがね、こう、まあ、緩めたり入れたり緩めたり入れたり、ね、あーなるほど、まあ、それもハンデのうちなんだから、ね、しょうがないんだけど、そうですね、うん、まあ、まあこの雪辱はね、あの、はい、ブロック戦と、年齢別、年齢別と、さらに、なんだっけ、のじりカップで、のじりカップで、はい、見てろよ、リベンジ、絶好調、絶好調、はい。さあ続いてのライダーを紹介していきたいと思います。
続いてのライダーは桐山ひろき。キリちゃん、ヤーマンズからのエントリー。さあ桐山ひろき、まずはインディータントラクラブマガジンに入っております。そして今回のメランコー。さあ返してヒルサイド、エアーの高い360。さあトップサイド540。さあファストパス、ラストトリックノーズグラブ。さあここはちょっと無理やり入れた感がありますが、さあセカンドパスへ、セカンドパスヒールサイドエントリーからスタート。エアレディがしくった、完全にミス。さあリスタート、インディーグラブ、ルックバックですね。そしてトーサイドフロントロー。さあラストトリックになるか、ラストトリックはタントラムツーブラインド、残念。さあ振り返っていきましょう。さあここのインディータントラム、グラブマガジンで入っていて、これはかなりの高評価。そしてスピアクロー、グラブがちょっと取れてないか、メランクロー狙いですね。そして540が波の上で無理やりって感じがあったので、ここがちょっと減点ですね。そしてファーストトリックのこのエアフェイリー、ちょっと笑っちゃうね、久々に来たけど。フロントロールもちょっとリカバー。そして今年メイク率の高かったタントラムツーブラインドが惜しくもホール、残念。トータルポイント60ポイント以上、桐山ひろきでした。青木さん意気込みは、意気込み、完走を目指して頑張るわ。イエーイ、乾杯して、はい、いってらっしゃい、頑張れ。さあ続いてのライダーの紹介です。続いてのライダーはスプラッシュオーナー青木真一、青木さんです。ニックネームは青。さあヒルサイドタントラ、ナイスタントラム、エアーもでかい。さあトーサイドスケアクロー、ちょっと危ない、ナイスリカバリー、さすがベテラン。さあ3発目ヒールサイド360フリーメイク。さあ4発目トーサイド360ナイスランディング。さあ続いては2ワイクになってしまったか。さあ1パスは見事完走、セカンドパスへ入ってきます。セカンドパス、まずはバックロール、でかいバックロール。そしてトーサイドフロントロール、ちょっとお尻ついたがナイスリカバリー、さすがベテラン。さあまだまだ時間があります。さあヒルサイドブラインド3、デス下ハンドルパス、スタイルの入ったスピン。そしてフロントサイド540、見事メイク、フル完走。さすがベテラン、今大会最年長の青木さん、さすがでございます。このバックロールもエアがでかい、フロントロールもお尻をついてもナイスリカバリー、さすがですね。そして靴下のブラインド3、ナイスメイクです。
さすがですね。ポイントが65ポイント。さあ、見事青木さん、ナイスな滑りでした。青木さん、58歳だっけね。ナイスだ。かっこいい。意気込みは？意気込み2連覇しちゃうよ。いいね。ラストのライダーとなります。意気込み通り見事2連覇を達成したこちらの選手、大谷俊之、ニックネームトス、スプラッシュからのエントリー。さあ、まずはヒールサイド、ブラインドフリー、とてもスピンが得意な選手です。さあ、トーサイド、スケアクロー。さあ、返して3発目、ヒールサイド、バックロー。あ、ちょっと波上でクラッシュ、結構激しい転び方。さあ、リスタート、リスタートは何を持ってくるのか。ヒールサイドからのエントリー、ヒールサイド540、見事ビタ着。さすが前年度チャンピオン。さあ、セカンドパス、ヒールサイドからバックロール。ここは見事バックロールをリベンジ。そしてトーサイド360、ナイスランディングです。さあ、ヒールサイドタントラム、あっと、ここでフォール。さあ、まだ時間がある。さあ、ヒールサイドメゾットグラブ、おしゃれなグラブを持ってきた。そしてトーサイド540、見事メイク。さあ、ラスト軽くエア。さあ、振り返っていきましょう。前半ブラインド60、本当スピンが得意な選手で、スピンは本当いろいろなバリエーションがありますね。540もメイク率が高いでしょう。見事なランディングです。さすが前年のチャンピオン、見事360、540、グラインド360、バリエーションが本当に豊富ですね。これインバードやグラブがついてきたら、もうかなりな選手に化けることでしょう。見事今年も優勝、おめでとうございます。You better call me up. Whenever you're gone, I can change a lot. I don't need the shots if you're so alive, but I need you now, yeah, I need you. You better call me up. Whenever you're gone, I can change a lot. I don't need the shots if you're so alive, but I need you now, yeah, I need you. I don't know.You got me out of control. I need to let it go. Let it go, yeah, let it go, yeah, let it go. Tell me how to love now. You got my heart locked down. I just wanna feel your body. My heart is a ghost town. I don't need no love now. That's cause I don't need nobody. I know, you know I changed a lot. The sunshine on my eyes. It's been so goddamn cold tonight. You better call me up. Whenever you're gone, I can change a lot. I don't need the shots if you're so alive. But I need you now, yeah, I need you. You
better, you better, you better call me up. Whenever you're gone, I can change a lot. I don't need the shots if you're still alive, but I need to now, yeah. So I need you.皆さん、山津カップお疲れ様でした。どうでしたか？楽しかったですか？楽しかったです。ね、やはりこう大会みたいな感じでこうみんなで集まっていただいて本当ありがとうございました。やはりみんなとこう競い合ってっていうのってやっぱウェイクボードを上手くなろうと思う。思えるきっかけになればなと思ってますし、私自身も皆さんからいい、なんていうの、影響とか元気とか、あ、もっと頑張ろうっていつも思えてるので、ヤーマンズカップ出ていただいた皆さん本当にありがとうございました。で、来年とかも本当もっと大会らしく映像だからこそできることとか、もっとね、こうしてほしいとかあったら言っていただければ、できることをやっていきたいと思います。私からは以上です。こんな感じでいかがでしょうか。はい、先生お疲れ様でした。お疲れ様でした。ヤーマンズカップ、はいはい、今年もありがとうございました。こちらこそ、はい、お疲れ様でした。どうでした？どうだった？突然だなヤーマンズカップどうだった、うん、そうだね、うん、いつも通りでもいつも通り、うん、そうだね、まあなんか去年ちょっそうだね、去年と同じになっちゃったね。何が、なんとなく、あ、そうね、去年と同じだったってなんとなく、あ、ところもあったし、定番だねみたいな、うん、そうそうそう、確かに確かにね、ちょっと残念な人いっぱいいたかな、うん、残念な人いっぱいいた、確かに確かに、ヤーマズカップなのに、うん、っていうのは確かに、うん、何人もね、どんでん返しがあんまりなかった。うん、勝てなかった私も。的にやすさ、うん。来年期待するのはどんでん返しを狙ってくれる新しい人。新しい、そう、方、そうですね。誰にする？え？誰？いやもう本当二人に頑張ってもらうしかないんじゃない？例の二人。例の二人。なんでそこでそれするんって思う2人、なんでそこで決められない2人、うん、スタイル、そう、いつも決められない2人そこそこそこに首だな、首ヤーマン首だってできん全日本逃すし、イタコの日休みなのに大会出ない人たちかです。本当にね、ただね、そう、またね、ヤーマンズカップ盛り上げて来年もやりますか。やります、どうでしょう、やったらいい、やったらいい、やったらいいやったらいい勝手にやったらいいみたいなねそう、そうね、主催側ではなくて勝手にやったらいいじゃあ勝手にやりましょう勝手にやりましょう、勝手にやりましょう、また盛り上がろうっていうのね、
まあね、あれも面白いね、やっぱね、ああやって、みんなに乗ってて、そう、確かに、やっぱ近くで見れて、チクチクいじめあったりね、そう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 、あの船の中から戦いが始まっている、いいね、たまにはいいね、たまにはね、確かに、はい、じゃあありがとうございました、ゆうさん。いつもね、ちゃんと喋ってくれないからいつも逃げちゃうから今日は捕まえてみましたが、はい、ありがとうございました。さっさました。また来年、来年また来年、また来年